中日が来季の打撃コーチとして元ソフトバンクの松中信彦氏、50、写真、を招聘することが12日、分かった。平成唯一の三冠王、が、3年連続最下位に沈んだ今季からの巻き返しの切り札となる。糸田淳のモデル妻、開幕戦行ってきたよう、中日応援のラブラブ夫婦ショット披露。新生井上ドラゴンズの祖角の、 目玉が判明した。現役時代はソフトバンク、入団時は大英、一筋だった松中氏は4年に打率、358、44本塁打、120打点で史上7人目の三冠王に輝き、首位打者2回、本塁打王2回、打点王3回など計11個のタイトルを獲得。上昇軍団の手法として活躍した。15年にソフトバンク対談後は、 現役続行を視野に自主練習を続けたが NPB 復帰は叶わず、16年3月に引退を表明。会見では野球に携わる仕事をしたい、いずれは三冠王になるような選手を育てたい、と夢を語った。20年に四国、香川の GM 兼総監督に就任。21年にはロッテで臨時打撃コーチを務めたが、正式なコーチ就任は初めてとなる。 中日は低迷の責任を取る形で立浪前監督が辞任し、10日に2軍監督だった井上新監督が就任会見を開いたばかり。井上監督が鹿児島県、松中市は熊本県と同じ南九州出身で、井上監督が2学年上と年齢も近い。今季リーグワーストの373得点に終わった得点力不足解消へ、 卓越した打撃理論を持つ大打者の手腕にかける。松中信彦、松中信彦、1973年、明48、12月26日生まれ、熊本県出身の50歳。八代第一、厳州学館から新日鉄機密を経て、96年ドラフト2位、逆指名、で大英入り。2004年に史上7人目の三冠王。 0、4年はパリーグ MVP。15年オフにソフトバンクを退団し、16年3月に引退。20年に四国、香川の GM 検想監督。21年はロッテ臨時打撃コーチを務めた。1996年アトランタ五輪。2006年 WBC 日本代表。左投げ左打ち。